こんにちは、みこです。はい、今日は私の普段の髪の毛の巻き方を紹介したいと思います。はい、基本はストレートで内巻きなんですけど、時々するやつを紹介していきたいと思います。前髪の調子が悪いわ。顔の調子も悪いわ。ごめん。ごめんなさい。ちなみに私は髪の毛をするのがすごい苦手です。先に言っときます。でも私なりの頑張ります。あ、前髪の巻き方は動画で出してるのでよかったら見てください。じゃあ早速やっていきます。どうぞ。使っていくのはこのだだん熱サロニアのコテです。白色、マネージャーさんは黒を持ってた気がする。これストレートでもカールでもできるツーウェイです。カールを使っていきます。まず髪の毛の表面を取ります。こういうのめっちゃ苦手なんですよね、表面を取る感じ。ゴムでくくります。落ちてこないようにしました。内側の髪の毛は全部外跳ねにしていきます。くるんってこんな感じでくるんってなるように、なんか結構そんな多く取らずにちょっとずつ地道にやっていく方が綺麗に巻ける気がします。くるん。髪の毛を自由自在に操れる人になりたい。結構下手で、お母さんにも何その髪型ってよく言われてた。会いたいよ、会いたいよ。うわ、あなたの番ですみたい。早く。あれ見てるみんな。続き気になって仕方なくない？ナナちゃーん、かわいい。犯人マジでわかんない。左半分できました。多分下手だよね、悔しい。じゃじゃん、外跳ねできました。結構くるんってしてる外跳ねです。じゃあ次は上の部分を外します。ザザン。はい、次は上の部分を全部内巻きにしていきたいと思います。内巻きと外巻きのミックスなんですけど、なんかワンちゃんみたいになって可愛いんですよね。はい、巻けました。外と内のミックスでございます。正解なのか知らないですけどね。これをこのボラダクトのヘアワックスで整えていきます。はい、こんな感じです。中が外巻きで、外が内巻きで、ワンちゃん風というかなんかね、わかんないんですけど、ふわふわな感じです。これだけでもいいんですけど、なんか最近はこのちっちゃいミニゴムでハーフツインをしたりもするので、ちょっとやってみますね。
はい、できた。なんかがっつりハーフツインというよりはもうちょんってくくる感じ。はい、こんな感じでした。これは何ヘアと名付けたらいいのでしょうか。わかんない。でもわかんないけど、こうやったらな、犬になんねん。で、こうしたらうさぎ。私の最近やってる髪型の巻き方でした。これストレートアイロンでもできるやつやから、真似してよって写真送ってもらえたら嬉しいなって思います。まあ、髪の毛下手やから全然知恵ないねんけど、いいと思ったら高評価お願いしますって初めて言った。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。